はい、まあ勝ってファンクラスのチャンピオンが強いということを証明します。もう強いということは間違いないと思うんで、あの戦績もすごくいいですね。チャンピオンですし KOTC の、まあ、ボクシングでは2勝1敗総合も4戦負けなしで、なので、はい、もう強いと思っています。はい、動画を見たんですけど、はい、とても強いですね。あのボクシング出身と、はい、聞いていますが、グラウンドやテイクダウンも良くて、あの総合的にバランスの取れたとてもいい選手だと思います。そうですね、はい、やっぱり先ほど言ったように勝ってファンクラスのチャンピオンが強いということを証明したいです。こちらはいつもなんて言うんですか、ニュートラルにしといて相手に合わせられたらいいんですけど、総合的に私はいつも戦うだけと思っているので、もちろん、はい、あのフィジカルやパワーは強いと思ってますけど、はい、そうですね、日本以外での試合はしてもしなくてもどちらでも構わないっていう感じなんですけど、あのそれはあの、まあ、焦らなくても自分はまだ引退するつもりはなくて、時間に猶予があると思っていますので、まああの今のところはファンクラスでしかやる気はないですし、日本ではあのファンクラスが一番大きな興行だと思ってますので、そういう感じです。嬉しいですね。ありがとうございます。あの前回の試合ではやっぱり相手の体重のことがあって試合がなくなるんじゃないかと思ってた時間がすごく長くて、なんかモチベーションがすごい下がってしまって、下がったまま試合をしちゃったのであまり攻撃的になれなかったですね、反省点としましては。なのでまあ精神面も含め、あの精神面を強くしたらいいっていうのかな、あのそうですね、もう少し、はい、精神面を強くして試合に臨めたらいいと思います。あの特に変えるつもりはないっていう、あの今まで7年間格闘技総合を始めてから続けてきた1日4回の練習をあの試合まで続けていくっていう感じで、まあ、内容はそれぞれその時々宇佐美館長があの決めて指導してくれるので今まで通りですね、変えるつもりはない、普段通りっていうか、はい、ずっと四国で。そうですね、はい。ファンクラスチャンネルをご覧の皆さん、5月19日試合です。ぜひ会場に見に来てください。